準備。第二の神の鍵第42回起動実験を5分後に開始します。神の鍵起動。第一段階に入ります。エネルギー出力安定。領域層への侵入を確認しました。漁師の影の侵入を観測しました。デュランダル様、あとはお願いします。わかりました。いつでも出撃できます。時間がありません。行きましょう。こちらです。漁師の影の接近を多数観測。迎撃をお願いします。了解です。
目標一掃しました。座標が更新されました。次の作戦座標へ移動してください。どんな時も敵にチャンスを与えてはいけません。こちらです。神の鍵のエネルギーチャージが域地に到達。空間位置は良質を突破。実験は第2段階に入ります。座標の観測を開始します。ユランダル様、実験は次の段階に入ります。指示が出るまで待機していてください。陽子の影継続出現中。ユランダル様、殲滅任務を再開してください。いつでも出撃できます。
神の鍵エネルギー不足、ゲートが閉まります。カウントダウン5、4。観測結果の計算が終わりました。観測した濃度数は1億8694万、目標濃度までの距離偏差値は54です。54、ビビたる進捗だ。やはり空の律者の力が必要だ。全力を出します。この戦闘は勝たなければいけません。こちらです。ついてきてください。とことん付き合いましょう。まだまだです。まだまだです。正々堂々と戦いましょう。逃げられませんよ。
時により実験を終了します。ユランダル様、基地へお戻りください。わかりました。Thank you.
ルキリーの任務なのかしら。艦長、次の目標は何ですか。チャージ完了。バレちゃった。温泉に入りたいわ。ちょっと不安かも。はじめまして、ライデン・メイさん。命令に従い、キアナ・カスラナを連行します。そうはさせません。艦長が一緒にいると安心します。キアナちゃんを返してもらいます。
では実力で話し合いましょう。そろそろ終わりにしましょう。ここまでです。あなたに勝ち目はありません、ライデン・メイさん。いい目ですね。でも今のあなたにはまだその意志に見合う力がありません。
信頼していただきありがとうございます。アルビトルさん、大丈夫ですよ。先ほどの空中での爆発はご覧になりましたか？空の律者が、本当に彼女が崩壊エネルギー爆弾を処理してくれたんですか？彼女はどうしてそこまで？この都市と人々を守るためにです。でも彼女は律者ですよ。今私たちには他にやるべきことがあります。上条製薬から解毒剤を入手しました。彼らの計画は失敗に終わりました。逃げられてしまう前にその尻尾を捕まえなければいけません。丹中様、時間がありません。お茶などはいかがですか？急いで上条製薬の情報を。ご安心ください、艦長様は私がお守りします。手がかりをたどることで大物が釣れるかもしれませんし。さすが副隊長、ずっと先のことまで考えておられる。警備システムはダウンしています。まだ危険から上条製薬のシステムが破壊されていますね。どうやら証拠を消そう。目標が姿を現しました。確かお目覚めよ、競争のある主よ。極寒爆風、渡りガラスには仲間がいます。空の律者曰く犬頭をかぶった人がいる。お茶などはいかがですか？どういう意味でしょうか？何かの例えかもしれません。とにかく急ぎましょう。でしょうか？やはり遅かったですか。アルビトルさん、残ったデータの回収をお願いします。リタ、そちらの状況はどうなっていますか？デュランダル様、上条製薬のデータの大半は破壊されていました。今緊急措置を講じています。ご支援感謝いたします。ええ、そちらは任せてよさそうですね。こちらは今空のリッチャを回収しました。ですがすぐに戻れとの命令を主教様からいただいたので、みんなと合流する時間はありません。かしこまりました。
デュランダル様、この度の失態による責任は全て私が負います。それに関しては報告を確認してから判断します。処分をお待ちしています。リタ、そんなことを言うなんてあなたらしくありませんよ。自分を責める必要はありません。あなたが無事ならそれでいいんです。ありがとうございます、デュランダル様。私、どうなったの？体が重い。キアナちゃん、キアナちゃん、何これ、どういうことなの？メイ先輩、どこにいるの？
違う、そうじゃない。メイ先輩、信じて、私はちゃんと。違う、違う。メイ先輩。夢。よかった。目が覚めたんですね。あんたはデュランダル？はい。研究士はどうなったの？それと、メイ先輩はどこなの？あそこの危機はすでに去りました。怪我した市民もいません。今、ヴァルキリーたちが後片付けをしています。ライデン・メイとその仲間は合流し、研究室を離れました。メイ先輩、よかった、無事だったんだ。あなたが今いる場所は天明の北アフリカの実験基地です。他に聞きたいことはありますか？デュランダル、いつかあんたと向き合う日が来るとは思ってたよ。心の準備ができているのでしたら、これからのことはスムーズに進みそうですね。質問がないようでしたら横になってください。あなたには休息が必要です。委員長、委員長。どうやら頼れるのは自分の力だけみたいだね。
空の律者の力を使えば、多分。休息が必要だと言いましたよね。この実験室は地表から1000メートルもの深さにあります。逃げられませんよ。気づかれた？なんで？不思議に思う必要はありません。あなたの考えがとても分かりやすいからです。あなたの体は傷だらけで、律者コアの侵食を受け続けています。先ほど気絶した時もあなたは崩壊エネルギーを出し続けていました。以前はどうだったか分かりませんが、少なくとも今のあなたはあの力をコントロールできません。ここを出ればあなたは次元爆弾になります。私の言葉が分かったようですね。では何をすべきかも分かるはずです。彼女が目覚めました。とても不思議です。律者の力を使い続けていたにもかかわらず、彼女の体内の崩壊エネルギーは増大しています。衛星による天球史上空の観測によれば、あのエンジンが爆発した後に発生した崩壊エネルギーは拡散するどころかきれいに消失していた。空の律者があのエネルギーを吸収したのは明らかだよ。彼女は予想通りに成長している。本題に戻ろう。彼女が目覚めたのなら早速実験の開始だ。今からですか？少し早すぎる気もしますが、今の彼女はまだ天命に強い敵意を抱いています。あれらのことを経験した後の彼女に天命を信用させる方法が残っているとは思えないよ。逆に今の彼女の状態なら僕の望んだ力を見せてくれると思うが。さあ実験を開始しよう。君ならうまくやってくれると信じているよ。君のやり方でね。
承知しました。どうしたんですか？馬車は苦手ですか？魚は好きじゃない。骨があるから。昔は骨を取ってくれる人がいたんだけど。冗談が言えるほど回復したのであれば、あなたの体を心配する必要はありませんね。ついてきてください。ここはどんなところなの？見ての通り、ただの廃墟です。誰がこんなことを？崩壊の他に都市を一瞬で滅ぼすものがありますか？見た感じ、役に立つ情報はなさそう。
今だ。早くここを出ないと。小細工はやめてください。そんな、どうして。そんなにここを出たいなら、そういうやり方はやめてください。騎士のように正々堂々と私を倒してからここを出てはいかがですか。避けては通れないみたいだね。分かった、望み通りにしてあげるよ。そろそろ終わりにし。素質は悪くないです。私の攻撃を見たらすぐに対処法を見出しているようですが、明らかに鍛錬が足りていません。何なのこいつ、私を分析するほど余裕ってわけ。でも本当に強い。実際に戦ってみて分かったけど、私の知っている誰よりも強い。攻撃で相手を押しつぶし、隙ができた瞬間に致命的な一撃を与えるんです。そんなの言われなくても分かってるよ。
あんたもカスラナのガンカタが使えるの。これは非常に強力な武術です。天明の図書館で研究しました。しかしあなたの動きにはまとまりがなく、全くの別物です。だってクソパパがそれしか教えてくれなかったんだもん。あなたの動きは純粋なガンカタではなく、ところどころにバルキリー格闘術の要素が多く含まれています。異なる武技を融合するのは戦士として必要なことです。けどあなたは才能に頼ってその動きを無理やり取り入れています。努力もなければそれを理解しようともしていない。まるで大道芸のようですね。何が言いたいの？基本となる格闘技もままならないということは、あなたはまだ不完全だということです。あなたでは自分の力をコントロールできません。空の律者。あなたでは自分の力をコントロールできません。空の律者。剣心を体を競技状態に入るものだと理解するといい。試合の前に頭を空っぽにして体をリラックスさせる。体の細かい変化を感じる。最後、体に流れる力以外、何も知らず、何も感じない。
モーネを立ち、呼吸を落ち着かせる。何も知らず、何も感じない。退去研究ですね。なるほど、力技だけではないようです。ウォーミングアップは終わったよ。ここから私の本気を見せてあげる。これでしたらそろそろいいかもしれません。その勢いを保ったまま実戦でも頑張ってください。実戦？何のこと？あなたの相手はそれらです。何を言ってるの？私たちの戦いはまだ終わってないよ。すみません、これからのテストこそが私の仕事です。全力でそれらを倒して生き残ってください。
このまま戦っても無駄に力を消耗するだけ。こいつら空中のあの空洞から出てきてたよね。だったらまずはあれをなんとかしないと。行って！嘘つき。私が勝ったら逃がしてくれるって言ってたのに。あなたは漁師の影を倒しただけです。私たちの勝負はまだついてません。本気を出した途端にやめるだなんて、そんなのないよ！ずるいよ！あなたの本気は退去剣気なんですね。それは深さんだけが使える技だったと思いますが、いつどこで彼女からそれを学んだんですか？その質問には答えたくない。ねえ、なんで？セーフレイヤ学園にいた時、あんたの話をたくさん聞いた。みんなあんたのことをヒーローだって言ってた。天命最強のS級バルキリー、その肩書きは私の憧れだったし、私の目標でもあったのに。なのにあんたはオットーの方を選んだ。すべての真相を知ってるの？私が経験してきた実験を知ってるの？あの人がしてきたことをあんたは知ってるの？なんで？あんたそんなに強いのに、悪いやつじゃないのに。どうしてあんたは天命にいるの？天命がなければ
誰がこの星にいる数十億の人々を崩壊から守るんですか？あなたも天命のバルキリーでしたら、分かっているはずです。この世界に絶対的な善と悪はありません。あるのは使命だけです。私も自分自身の使命のために戦っているだけです。ユランダル様、基地が襲撃を受けました。ヨルムンガンドの機甲部隊です。キアナさん、逃げられましたか。数が思ってたよりもずっと多い。ここは天命の基地だっていうのに、随分と大胆な奴ら。でも戦線を回避するくらいならそんなに難しくないはず。ごめんね、捕まるわけにはいかないの。あれは。ケビン・カスラナ？
艦首。戦闘部隊はすでに基地内部へと攻め入り、デュランダルと交戦中です。空の率今のところまだ見つかっていません。捜索中です。デュランダルを牽制しておいてくれ。空の律者は僕が片付ける。承知しました。見つけた。見つけたなんてことないよね。うん、ありえない。きっと偶然だよ。とにかくここを早く離れない。委員長が言ってた。近づかない方がいいよね。この廃墟を抜ければこの都市を出られる。そしたらどこに行く？
あんた、私を殺しに来たの？都政の羽。フア、久しぶりだね。ケビン、やめてください。キアナ、行って。振り返らずに。そんな。もう少し一緒にいたかったけど、もうお別れの時が来たみたい。研究室での約束をまだ覚えてる？あなたが約束してくれたことを。ほら、時間を稼ぐから、今すぐここを離れて。ここで死んだら、世界を変えるっていう約束は叶わなくなる。するべきことをする、それがあなたの責任でしょ。委員長、分かった、ごめん。さようなら、キアナ。フア、君は変わったよ。そうかもしれません。都政の羽、それは僕の意識に干渉することができないと君も知っているはずだ。あなたの意識に干渉するつもりはありません。あなたに私が経験してきたことのすべてを。
私の気持ちを見せたかったのです。いつでも出撃できます。ついてきてください。もうすぐ戦場に着きます。戦闘準備はいいですか？時間があります。ついてきてください。正々堂々と
発見しました。そのまま行かせてください。主教様の指示ですから。しかし、律者を簡単に逃がして本当によろしいのでしょうか。ええ、彼女は敵ではありません。ただ一つ言いそびれてしまいましたね。バサは小骨がないから骨を取る必要がありませんと。この戦闘は勝たなければいけません。ターゲット発見しました。君の最後の技は確かに強力だったけども、十分な力が残されていないのだろう。僕たちは人類が崩壊に勝利した日を共に見ることができるはずだった。君はたくさん頑張った。休息が必要だ。これからのことには手を出さなくていい。僕が僕たちの使命を果たすから。全てが終わったら君を起こしに来るから、それまでは安心して眠るといい。孫主、やっとつながりました。何があったのですか？友人と昔話をしていただけだ。空の律者が能力を使って逃げました。現在位置は確認できません。デュランダルもそちらに向かっています。
いい。まずは彼女から片付けよう。あなたはヨルムンガンドの首領ですね。来い。望むところです。デュランダル、やめるんだ。司教様。ヨルムンガンドの首領よ。君は十分に力を見せつけてくれた。僕も相応の礼を返そう。オットー・アポカリプス、天命の現主教だ。全力をだ。
ハイヘビの近闇市と上条製薬は片付けた。渡りガラスも無事撤退できた。天球師の成婚計画は実に残念だ。空の律者という貴重なサンプルも失った。気分が乗らないな。しかしこれほど大事になるとやはり見て見ぬふりはできぬようだ。デュランデル、やっと姿を現したか。孫主、追跡班の報告によりますと、その目的地は北アフリカ、崩壊に破壊された無人都市です。その場所は過去2年間で十数回の異常崩壊エネルギー増幅反応が観測されています。偶然にもその反応は我々がよく知るものです。あの無人都市は第二の神の鍵の実験場に違いありません。出発しよう。僕たちにはやるべきことがたくさんある。それともう一つ、15分と36秒前、不安定な状態にあったイオス号エンジンと接触した後、キアナ・カスラナが初めて自身の意思で空の律者形態になりました。崩壊エネルギー指数はシーリンのものとかなり差がありますが、彼女の羽化はすでに開始したと考えられます。彼女をいかがなさいますか？彼女のことは僕が決める。承知しました。空の律者の力が虚数空間にも干渉可能なのは疑うまでもない。すぐそこまで近づいている。残るは時間の問題だ。それと司教様、基地がヨルムンガンドの襲撃を受けました。敵数がかなり多く、計画的な行動です。この実験室もすでに派遣されています。また空の律者がこの隙に逃げ出しました。早急に見つけ出します。しかし神の鍵を守る必要もあり、私一人ではとても厳しい状況です。ヨルムンガンド、このタイミングを狙ってくるとは、相手も随分と用意周到だね。今はまだヨルムンガンドの目標がわからない。まずは第二の神の鍵を守れ。あれをヨルムンガンドの手に渡すわけにはいかない。K423 に関しては逃がしていい。遠くへ逃げてくれるほどいい。
K-423 が離れない限り我々とヨルムンガンドに交渉の余裕はない。保険はかけておいた。彼女が天命の監視から逃れることはできない。こちらの要件を処理してからでも探すのは遅くないさ。承知しま。あなたはまだ不完全だということです。あなたでは自分の力をコントロールできません。空の律者、するべきことをする、それがあなたの責任でしょ。メイ先輩。